パパ。行こう。キリンもいたんだよね、ここ。あ、ここ動物園だったんだ。そういうことか。菌は脳と同化してる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主？あの子は人間。実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの？そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだ死よ。これは相談？それとも単なる報告？君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら。これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。マリーも殺したくはなかったよね。これが自分の娘でも同じことが言える。アビー、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあ、マリー。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ？あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。ああ。これがあってからああいう殺され方したの、マーリンは。パパは間違ってない。ああ。これが私でもパパに手術してほしい。まだエリーがね、目覚めてその相談ができたらよかったよね。本当に。もう、多分相談とかする間もなく。あ、待って、これもしかしてさ、私が動かすの、これって。ジョエルが去った後のことでしょ。こうなってるってことは。これお医者さんだったの？奴はまだここにいるのか？アビー、アビー、目だ。パパ、パパ、パパ、いや。何やってんの？もうやめて。殺さないで。ジョエルね、立ってても。やめろ。地獄に落ちない。全員ぶっ殺してやる。おい、何してんだ。何？後始末だ。待てよ、狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああ、そうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ、俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃその可愛い顔も無事だったろうな。どけよ。下がれ。やめて。やんのか。下がれって言ってんの。もうやめて。そうだ、撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。エリーの気持ちもわかるんだろうね。アビ、おい、落ち着けって。お前大丈夫か？平気。何？ずいぶん探し回ったぜ。招集だ。アイザックが岸に来いってよ。は？冗談でしょ。アイザック結局危なかったよね。ほら急げ。今行くわけ？ああ、バマノス。分かった。バマスシアトル1日目ってことは首痛。エリーがなあ、ゆうべは部屋ありがとな。ああ、今度は誰？例の調理場の子？いや、お天気姉ちゃん。山からご帰還。ああ、科学者のやる。それが仕事大好き人間でさ、ペラペラ嵐の話ばっかずっとだぜ。で、よかったの？ああ、抜群。思い残すことはない。それはなんかだろうね。あの子で手を打ったらそう思ったんだけどよ、俺って懲りない男でさ。なんだ、好きな女でもいるのか。エリーがジョエルのお墓を建ててあげて旅立った時ってことだよね。え、何、どこにいんのこれ。こんな綺麗な設備がまだあったんだ。みんな筋トレしてる。あ、そっち？ちょっとこっち見ていきたいわ。入れるのかなこれ。アビーと一緒にいた、入れないや、ファイヤーフライの仲間ってことだよね。ごめん、行きます。で、あのお父さんが殺されちゃったからもう治療薬は作れないって言ってたんだね。お医者さんだったのか。ん？子供？あれ、これシアトルにこの子たちの安全に暮らす場所があったってこと？どうもポッツさん。ポッツさんあの子も悪いけど、あの子も食べてる的な話をしてるの。最低、本当に。なんかすごい勉強までちゃんとしてる。うわ、なんかちょっと親父と話してくる。飯取ってこい。うん、分かった。コンピカンテなやつ頼むぜ。わがまま言わない。コンピカンテなやつ。またエリーたちとは別にこういう風に暮らしてた人たちもいるってことだね。この人たちはみんなウルフの人たちなのかな。ファイヤーフライでウルフだ。フェドラとファイヤーフライ別物だね。え？何？ごめん、冗談。気づかなかった。お前もセレベナに来んのか？セレベナ。マニーと基地に招集された。セレベナで何するの？ホテルと学校の撤収作業。物資回収して全員基地に戻れって。マジで？あんだけ苦労したってのに今さら退却かよ。まだわかんないでしょ。ま、リアがテレビ局から戻ってこられっか。リア、その通りね。リア殺されてたね、テレビ局で。行かなきゃ。生き抜く力を。そして安らかな死を。安らかな死を。安らかな死を。俺がシフト出てる間によく。わあ、なんかでもちょっと楽しそう、この空間。非日常って感じがするな。すごい量暮らしてる。みんなこの中に住んでるの？こんにちは。今日のメニューはまたブリトー。いいじゃん、美味しいじゃん。ブリトー人気ないね。何してんだ？え？なあ、テレマスプリセドメートルプリカス。ちゃんと並んでよ。何ふざけんなよ。ちょっと。ちゃんと列で待ってねえのかよ。基地に行くんだ。いいだろ。マジで恥ずかしい。うん、恥ずかしい、こういうやつ。戻しなよ。絶対切れんなよ。メルも連れてく。メルも連れてく。何？バックパックは部屋か？あんたどういうつもり？お前らのこと心配してんだよ。これ時系列的にあれだよね。私が来るって知ってんの？もちろん。平気って言ってた。ああ。今の嘘くさいんだけど。なまったんだよ。ジェシーじゃない。ジュエリーを殺した次の日の話してるよね。ジェリーを殺した次の日にリアがテレビ局に行ってて、メルと一緒にどこに行くんだ？あ、この人も話せるじゃん。ねえ、私の好きな石鹸残ってる？石鹸？松闇の。ごめんアビー、隣の班に積みに届いたらしいから明日聞いてみたら。そっか、ありがとう。今ないってことか。メルも連れてく、オーウェンも一緒ってことかな。よし、メルもオーウェンも殺しちゃったよ。気まずい気分にさせて楽しんでんでしょ。気まずい気分。歩み寄るきっかけ作ってやってんだろ。ジャクソンの後ほとんど口聞いてないんだよ。あ、やっぱその後だよね。今さら全部水に流せっての。そうじゃないけど腹割って話せよ。メルだってジョエルを恨んでたくせに。けどあいつは俺らとは違う。あんなことしたのは初めてだろ。ああ、あんな風に目の前で。何度もスカー殺してるでしょ。ジョエルの時とは違う。俺らは兵士だけど。あんななぶり殺す的な。あいつは医者だ。なあアビ。あいつは医者。仲間だろ。メル医者なの。俺のためにも頼むよ。努力する。そうこなくっちゃな。食べきった。このおじさんはまだブリトー食べてないね。ブリトー食べたくなってきた。ここにいるの？ 203。これなんて部屋、施設なんだろう。支度しろ。メル呼んでくる。うん。あ、自分の部屋か。仲良くね。うるさい。これ何？めちゃいい部屋住んでない？外なんだ。バックパックこれか。お父さんの写真ある。いけるか？もうお腹大きい。それで行くの？メル。メル。どうも。任務に出ていいって言われたの？ギリギリ。言えば残れるでしょ。そうだけどじっとしてるのは嫌だし。オーウェンはいいって。なんで彼が決めるの？旦那でしょ。アリス拾っていかなきゃ。今のは不合格。やだ、私こういうチャラっぽい男嫌いだわ。何これ。え、下着じゃない？あ、え？この部屋貸してあげたのか。あの男の人に科学者ねって言ったってことは。最低。うわ。後で行く。もう出るんだもんね。シアトル3日目の時にエリーがメル撃ち殺してるから、あの状態から3日後にメル死んじゃうってことだよね。あさってってことかな。何の呼び出しだ？いつもの当番だから平気。なあ、戻ったら親父の様子見てくれるか。親父の様子。なんてか調子が。やっぱ医者なんだ。悪そうで。悪そうって？手首に激痛が走るって言ってたよ。筋鞘炎か？スプーン持つのもやっとだ。鎮痛剤持っていけるかも。オーウェンと96に移されたんだって。96。いいとこや。生活がすごい。赤ちゃんのこと楽しみ。子供たちを見てるとそうね、ワクワクする。そっか。赤ん坊の泣き声ね。応援平気なのか。まだ戻ってきてない。戻ってきてない。ああ、そうなんだ。何すごっ。かわいそう。めちゃくちゃ生活が、ジャクソンよりも生活がすごい豊かに感じる。すごいな。なんか進んでいかなきゃいけないんだろうけど、いろいろ見て回りたくなっちゃう。私たちはずっとエリーとジョエルの中心で世界を見てきたけど、ジャクソンが一番栄えてると思ってたけど、むしろジャクソンよりここの方が安全で栄えてるような気もするね。ワン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 。あ、アリスって夢のことか。アリス連れてきて。え、じゃあ最後やっちゃったあの夢はアリスか。アリスおいで。おてんばさん。おてんばさん。お前可愛いな。あんたの唯一の理解者。嫉妬するんだって。アリス、トラック乗りたい。よし行こっか。あの子は？元気ベア。ベア。あ、ボール投げれる。いい子だね。よしよし。可愛いな、雑種っぽいね。分かった。今回は特別ね。これ出したらまずいよね。はい。可愛い。可愛い。わ、偉い。あっちへ。こっちへ。ちゃんと見てる？こっちだよ。はい。ほら。かわいい。犬ってなんでこのとってこいみたいなの好きなんだろうね。出ちゃうね。ゆうべジェント鍵閉めたよ。この女ったらしい。ジェンってあの子か。アイザックに会いに。アイザックに会いに。孤独な役回りね。気に入ってるっぽいぜ。石油聞いてみろよ。石油。あ、お天気姉さん。戦う必要がないのは羨ましいな。ああ、戦うのが嫌ならね。私は戦わないで。アビーじゃない。家族と過ごしたい。元気？家族と過ごしたい。ありえない。スカー殺しね。WLF 兵。パト、いつものお願い。ほらよ。ここで武器管理してるんだ。どのトラック？S24 だな。馬とかじゃないんだ。もう車なんだ、ね。いただくぜ。サインしとけ。だってよ。このグラシアスとかってスペイン語だっけ？生き抜く力を。そして安らかな死を。安らかな死を。なんかこの言葉とかもちょっと宗教っぽいというかスカーっぽいけど。あ、ウォームアップしてから行くの？俺と腕比べしようぜ。負けたら部屋の掃除。おお、悪くないね。あ、耳守るんだ、こうやって。じゃあ、断層1個分ね。受けて立つよ。断層1個分。やるってこと？ここで。三角。おい。早く打つのが大事？アビーの方が点数高い。確実な死を。次は俺がその銃使うからな。へえ、銃のせいにするわけ？そういえば食器が山積みになってたっけ。ああ、洗ってもらわなきゃ。鬼だね。そうだ、服も畳んどいてね。シャープシュータートロフィー獲得しました。それは何？うまかったってこと？もう出よう。そんななんか楽しい、もっとやっていこうっていう気持ちになれないんだけど、今の私。いや、このトラックがあるよって感じも多分圧倒的にジャクソンよりもいい生活してるんだろうな。思い知らされるわ。かわいいね。まあでも確かにちょいちょい襲ってくる人たちみんな車乗ってたしね。助手席はアリス。メルは妊婦だよ。風に当たるんだろ。え、こっちに乗せるの？わざとらしい。わざとらしい。お腹がしんどそうだな。アビーの腕やばい。安全運転でお願いね。まあもう運命は決まってるんだけど。あんまり薬局から薬もらってこようか。うん、平気。遠慮しないで。消耗すれば出られるし。消耗すれば出ることだ。オーウェン様。何それ？ジュエルを殺したことがやっぱり結構あの殺し方とエリーがああいう風に泣いたのが来てるってことかな。ローマに行き先はニクだ。だよね多分。S24 ニクへ向かう。息の力を安らかなしよう。メルの方が歩み寄ろうとしてくる。過剰がやられた。過剰。取り戻す予定はないの。過剰って何だ。アイザックが後回しだって。酒も十分釣れてるし。アイザック。ローエンもそうって何だ。あ。もう2週間あって。あ、そんなに。活気のある任務を受け続けてる。2週間会ってないとか。あの人あなたに何か言ってなかった。ジュエルあいつとはやってから。この前食堂で見かけたけどお互い避けたんだ。ジャクソンのことがきっとショックだったでしょ。あ、なんだ。あー、スカイじゃん。おお、打たせられるぞ多分。照準が待って危ない。いける？うまいぞ。メルがやばい。メルやばい。見えない。あ、撃った。メルさすが。まだめっちゃいる。めちゃめちゃいるんだけど。まあ大丈夫？こっちじゃない？足止めしない。すごい量だな。こんなに襲われるんだ。やばい。うわ、なんか降ってきてる。いった。大丈夫？うわ、やばい。メルやばいよこれ。こんな目に遭ってたの？うわあ、敵じゃない。基地までどれくらい？まだ遠い。スカイに襲われる中、アビー編が始まるのか。リロードしなくて平気。あ、めっちゃ HP 減ってる。いいぞ、来い。分かった、行く。ごめんね。アビー編でエリーと合流するとこまで進めるってことかな。チュートリアルあるじゃん。ほぼほぼ操作は一緒だよね多分。おいアビー。ん？これパイプ爆弾作れるんじゃないか。あ、もう作れんの？分かった。外にいた方が良かったんじゃないの。なんで？楽勝だって。パイプ爆弾も作れってこと？ここ隠れ場所だらけだね。うん。アイテムもめちゃくちゃある。うん、声するね。R2。あ、間違った。ナイフ持ってないのか。絞め殺すしかないのか。もういない。撃っちゃった。平気そう。酔っ払ってアニメ見るよりよっぽど楽しい。え？なんでもない。この3人と一緒に行動するんだ。ねえ、上見て。また外出るの？あの光見える？見える。登って確かめてくるよ。一人で行く？こっちかな。オッケー。危な。じゃあ、会いたい。危ない。大丈夫？わ、待って、クリッカーの音する。クリッカー撃ち殺さないと。あ、犬！アリスすごい。ありがとう。死んだと思った。え、まだ来るの？やばいやばい、これパイプ爆弾の出番なのでは。アビ捕まえた。えい、さすが。左、うわやばい、あいやばい、あー、こんなぶっつりでやりまくっていいのか。シャンブラどこ、ほんとだ、シャンブラはやばい、いけ、もう一回投げとくか。いけ、わ、めっちゃいるわ。やれた。あー、バカ、私が突っ込んだのがまずい。やった。わ、結構みんな強いやん。やば、終わり。じゃあそろそろずらかる。ずらかる行こう。私がやる前にみんながすごい助けてくれた。めちゃくちゃ心強い仲間がいたわ。パイプ爆弾全部使っちゃったけど。こっから上がってけってこと？そこを出れるってことかな。開く？ちょっと無理そう。いける？あ、いた。レディーファースト。この中じゃギリギリ。2番目が一番安全そうだけど。レディーファーストでしょ。お前最高。レディーじゃないって言ってんの。もう女は捨てたのか。オーウェンのこと好きって感じだったのに。アビーのお父さんの温室みたい。あ、どこが？植物生きてるよ。まあね。お前らよかったな。よかった。絆が深まったんじゃねえか。まあ黙ってな。息ぴったり。お父さんの話されたくないのかな。まあまだ傷が癒えてないし、振り返る余裕がないのかな。ジョエルの娘ちゃんの時みたいに。いろいろ落ちてるね。またあったのか。マサチューセッツ州。それ使って酒飲みゲームでもしようぜ。酒飲みゲーム。また今度。エリーはトレーディングカードを集めてたけど、このアビーにとってはコインが収集要素なんだね。コインに興味があるってことなんだろうね。よし、ちょっと迷っちゃった。ここ出ればいいのかな。お、相当スカーいたけど、セラファイト。基地は目の前。スカーもいねえな。いない。油断大敵。うん、先に進もう。行きましょう。なんだかな、昔はここでスカーに襲われることなんてなかったんだね。スカーってどんな組織なんだろうね。休戦時代が恋しい。休戦、あ、そっか。気楽すぎて油断しまくって大勢吊るされちまっただろ。あ、そうなの。あれは子供たちを撃ち殺された仕返しでしょ。そうだけどよ、そのガキが襲ってきたんだ。ガキが襲ってきた。だからって銃弾を浴びせなくても。そうしなきゃ仲間救えねえし。子供なのは罪はないでしょ。スカーも子供だったってこと。因果応報だよ。因果応報。メルは争いたくない人間なんだろうね。最初に喧嘩ふっかけたのは WLF だったって言ってたよね。しっかり見張ってて。ね、怖いよ。ラストオブアスというゲームはめちゃくちゃ襲われるから、さっきまでいなかったはずの場所から敵にめちゃくちゃ襲われる。フェンスの向こうに行かないと。フェンスの向こうしかないんだろうね。感染者だらけだった。この銃声なんだ。スカーの音。オープン。あれ、閉まってる。ドアが開かない。協力してもダメかな。登っていくのかな。こっち。え、ケーブルあるか。登るの手伝い。あそこから登れってことか。すまん。なんか垂れてるなとは思ったんだけど。お、何、上見てきて。はいよ。かエリーの時より探索難しいかも。一人じゃないからっていうのもあるかもだけど。大丈夫？顔に当たりそうで怖い。上見てたら。おっと。ありがとう。ドア開けられるかも。入れるか見てくる。オッケー。ああ、上から中に入るってことね。ムキムキ。どう？スカーはいねえな。ねえか？ギブアップしたとか。そんなことはないでしょうね。え、死ぬ？嘘！ちょっと待って、もうちょっと早く行ってよ。早く行ってたけど、え、こっから行くもんだと思ったわ。違うの？落ちたら死ぬぞ。ああ、だろうね。え、どうやって行くのよ。あ、このケーブルを引っ張るのか。そういうことね。そんな高さないと思って入った。ってこう投げればいいのかな。はい。これで。危ない、びっくり。よいしょ。よし、メル。死ぬほどでもないよ。ドア開けて。はーい。拾えるものはないかい。あ、なんかあるあるある。いろいろある。せーの。よし、重たい。急いで。お腹気をつけて。よし。やった。ん？待って。船の整備所？お、物資がいろいろあるってことかな？あ、改造できるじゃん。やったね。初期の銃をとりあえず改造しましょうか。そういや、親父とよく船で釣りに行ったっけ。おお。いっつも船酔いしてよ。マジ最悪。じゃあ、妊娠しないようにね。努力してる。妊娠したらつわりってこと？そういう意味かな。ここ開けるかな。よし。よいしょ。すっごい重そう。あれ、片っぽしか上がらない。左壊れてない？開けとくから行って。挟むね。そうだね。あ、嘘。ごめんメル。危な。大丈夫か？うん。殺すとこだった。どうすんだ？アビー見て。え、ハッチだ。ハッチ？あっちから出るってこと？屋上への道探すね。体真っ二つにするとこだって今。ねえ、一緒に来てよかった。あとでマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。後で襲われたって知るのが嫌？なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。今はでも寄り添おうとしてるじゃん。あの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でもあれでも足りない。加担したくなかったのだよね。普通の神経じゃ無理。そうじゃなくてあのハッチに向かおう。そうだね。メル、ここのあげるってことかな。あの部屋見てきて。お願いします。よし、それじゃ行くよ。オッケー。まあでも話したら思い出すもんね。あのジョエルを殺したシーンとか鮮明に。どう？しかもアビーがやったんだし。なんかある？何してんの？脱出しようとしてるの。頼むからゆっくりね。本当にね。妊娠してると重心がね低くなるんだ。バランス取りやすいってこと？確かにね。3キロ4キロぐらいお腹の下に重心がプラスであるってことだもんね。よいしょ。やったやった。頭使うねこれ。メールできるの？うわ、かなり高いね。めまいひどいの？下を見ると特にね。めまい？高所恐怖症ってこと？上がっちゃう。よいしょ。よかった、出れた。いたいた。マニー、すぐ行く。見て、気をつけてね。愛しい基地がすぐそこに。愛しい基地。車庫つけていけるかも。ウルフって書いてある。とりあえず屋根降りない。だね。お、ちょっと。なんかあなたに怖いものがあるなんてびっくり。怖いものだらけ。また。そうなんだ。私手術なんて絶対無理だしさ。失敗するって思ってビビりそう。私がいつも平気だと思う。でも父さんはいつも一番の生徒だって言ってたけどね。あ、じゃあメルはお父さんの教え子なんだ。お父さんは当てにならないんじゃなかったでしょ。アリス、本当いい子ね。お前らどんだけ待たせんだ。迷ったんだよ。大変だったんだよ。敵はいないの？まあ見回りしてくれてたよね。まあ、もうすぐ基地だし。基地って WLF の基地でしょ。ソファに寝転がって映画見ながら気絶するまで飲んでやる。なんだ。へえ。どの酒？どの映画？どの映画どの酒？聞いてくれた。映画はあれだ。ゾンビ。うん。狼に乗る女の子の。ああ、あの映画好き。で酒は。俺がパーティーで手に入れたメスカル。メスカル。うちらがでしょ。本当に実際にあるお酒かな。今すぐにこの場で飲みたい。お酒飲みたい気分。お酒好きなんだ。飲めないタイプの人かと思ってた、勝手に。お顔的に酒強そうな人と弱そうな人の雰囲気ってあるよね。当てはまんない人もいるけど。アリスもさ、ゾンビに対して戦ってくれてるのかな。ヒョロリンっぽい。よし、線路に沿っていこう。基地に続く道に出るはず。こっち？だね。油断しないで。ってことは出てくる？うん？ボーンって言ったよ今。静かに。またお出ましだよ。どっちにいる？あれか？あれそうだね。ん？右？ありがとう教えてくれて。バカ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 。とりあえずこっちやりたいね。掴む。ナイフが欲しいね。締め殺すの時間かかる。やってくれた？やってくれてる。ありがとう。やばい、めちゃくちゃ目の前にいるって。よいしょ、掴む。決勝いける。やった。この距離でブーンって行くってことはまだいる？やる。よいしょ。やばい、後ろがやばそう。やる。よいしょ。これで全部かな。結構やったぞ。くすまんな。これってもしかして殺してないの？バビー。その可能性あるかも。締めて気絶させてるだけで。しんど。殺してないって可能性あるかもしれないな。進まないと。行くよ。いやー、すごい量だったよ。ほら、あともう少し。あ、でもいるよ、セラファイト。これ玉取り。何？行くよ。マジで気をつけて。口笛聞こえてたよ。しゃがんでよ。結構激戦になりそうな気がする。バレた。はい、急所攻撃多すぎるね。これやばくない？これどうしようっていうの？回復する暇ない。ちょっと待って、むずすぎ。でもサイレンサー作れるのか、頑張れば。無理だな、でも今。ほんとどうしろっていうの？待って、犬邪魔、犬邪魔、マジで邪魔しないで。やばいやばい、分かってる。ちょっと無理。あ、建物の中に入ればいいのか、とりあえずいけ、やれ。とりあえず建物入って、どうすればいいのこれ。助けが来た？あ、来てる来てる。うるさいの見えてる来てる。めっちゃ来てる。そっか、これはちゃんと待ってればよかったんだ。過激。お前らの名前つけよ。何なのあの人。やだ、なんか。ほら、さっさと行くよ。行く行く、ちょっと待って、なんか落としてたりしない？落としてるけど拾えないや。いけるいける。いや、本当に。大丈夫？あ、手が。大丈夫？手が打ち抜かれてる。ほら、手を見せて。あ、そっか、お医者さんだしね。痛い痛い痛い。みんなそれぞれの正義があるし、それぞれ守りたいものがあるんだって思うと、なんか見方が変わってくるというか、こう一つ一つの発言もなんか、この感情って正しいんだろうかって思いながらやっちゃうとこあるな。しみるね。もうすぐ着くから。ムル、何？背中。え？手首を強く握ってて。うわー、切れてる。マジかよ。気づかなかった。ねえ、負傷者2人。それ何？刃物かなんかで切れちゃったのかな。打ち抜かれてる感じじゃなさそう。お腹が。降りれる？メル、あんた悪くなかったよ。それってお世辞？お世辞じゃないよ。アリス、待て。ほら、こっち。アリスも戦ってくれてたんだろうな。すまんな、邪魔とか言って。だいぶ出血してたな、あいつ。安静にしてなきゃ。きっと平気だ。2人で行くの？大丈夫だって。誰かひっくり返って、ああ、なんか整備してるのか。引きそう。帰ってきたんだ。基地2に来たんだよね。おいで。この子はアリスだ。おいでアリス。いい子だな。アリス最後になった子なんだろうな。どうも新入りは信用ならねえ。あなたの言動はもう信用ならねえって思っちゃうけど。マニー、待てよ。マニーだっけ、あの子。ずっと名前覚えられないからな。アビー、マニー、メル。これチェックポイントオープン。移動大変だね、基地。アビーです。登録を。ご苦労様。任務あるか？ないけど、アイザックに会いに行って。アイザック。ええ。初めて顔見るぞ。ずいぶん人がいるな。様子が変だ。アイザックを探す。先にメルの様子見に行こう。ああ。メルはあそこで連れてかれて、どっかで治療を受けてるってことかな。めっちゃ物資取れる。ありがとう。お疲れ。アビー。無敵のお前らもついに救助されたって。そうだよ。初めて。助かりました。アビー、ちょっと来て。はい。すごい、本当に基地。何奇襲されたってどこだった？うん。ああ、確かこの辺。そうかめちゃくちゃ行った。くそ。また警戒網突破されてる。ねえ、アイザックはどこ？さっきまでここにいたけど。そう、どうも。探してみる。アイザックもエリーのところの手紙だと結構恨み買ってる感じだったけどね。ウルフで一番やばいやつみたいな印象あったけど。あれ、アリス？アリスしまわれちゃったのか？アリスって書いてある。あら、アリス。いい子にしててよ。すぐ迎えに来るね。ね、メルが待ってるから。ワンちゃんこうやって小屋に入れられちゃうのか。マニーさんじゃない、誰だこの人。こんにちは。カールと新入りだけ。そう、どうも。じゃあこっちじゃないってことか。走れないね、ここ。資料してる。あれ、これノラじゃん。ねえ、ホイットニー元気？ホイットニー？ノラだよね。どうしたの？なんか噂聞いてる？同じゲームしてる。病院に部隊が派遣されたことくらい。物資回収で楽しそう。マジで。ん？面白いの？難しいけど面白い。難しい。曲も最高だし。お邪魔しました。ずっとその曲じゃない？またね。またね。ゲームオタク。ホワイトニーって言ってた？ノラホワイトニーみたいな名前？開けちゃう開けちゃう。ここにアイザックいるんだろうね。アイザック、あ、違う、治療だ。メルのとこ行ってんのか。あ、さっきの人か。痛みは？ああ、痛み止めが効いてるし平気だ。いや痛いね。手はどうだ？まあ、指はほとんど残るってさ。あっちか。ピッピー音も言ってる。大丈夫だって。痛い痛い。うわ、足が。ああ、モルヒネって一番強い鎮痛薬だよね。こっちにいるの、メル。痛そう。来てくれたな。具合はどうだ？あれ、右にいる人、あの人じゃん。誰だっけ？完全復活。あ、この人がノラか。あんたたちも少しは休めって言ってやってよ。ノラじゃん。ほらメル、休んでて。やっぱちょっとリーナに似てる顔。ちょっとした力仕事あるんだけど、二人とも来てくれない？いいよ。じっとしてろ。分かった。私たちがやってきた人たちがみんないる。ノラ、お前はちゃんと休めたのか？私はこれから西の病院に向かう。西の病院。物資を回収しろって。病院でノラやられたんだよね、エリーによって。そっか。ねえ、死ぬ時って本当あっという間だもんね。赤ん坊のバイタルが少し不安定だけど。ああ、そうなんだ。いや、あんなトラックでガッタンガッタン揺られて襲われたしね。うん。2週間会ってないでしょ。結構お腹大きいのに。はい、ついてきて。何これ、ご遺体じゃないの？え、ご遺体じゃないのこれ。ひどい。これ全部味方？うん、まだまだ増えるだろうね。誰によってやられたの？え、これもしかしてエリー？メルには秘密だよ。いい？エリーがやった人たち。とりあえず今はね。来て。え、それ中身誰？嘘だろ。何かよ。何って。応援はそうね。数日前報告があったんだ。マリーナの近くでスカーを見たって。ダニーとオーウェンが相当に向かって、今朝フェンスのそばで倒れてるダニーが見つかった。腹打たれたってのに歩いて戻ってきたんだ。ピンチスカースにホステブーだ。アイザックが死ぬ間際に話したらしいけど、今のところあっちに部隊は派遣されていない。じゃあオーエンは？アイザックはなんて？聞こうとしたさ。でもアイザックに睨みつけられて口止めされたんだ。だからあんたたちも黙ってて。オーエン死んでるかもって思ってるんだ。心配ないだろう。アイザックはどこ？黙ってるから。アイザックなら確か部屋にいるって、私はメルの様子見てくるから後で連絡して。ダニーってどんな関係だったっけ？ノラに言ってないだけじゃねえのか？だといいけど。